それでは皆さん、おはようございます。おはようございます。はい、で今日ですね、ネットを使ってその収益を出す方法ということでお話ししていきたいと思います。主には、ちょいちょい僕も他のセミナーとかでも言ってるんですけども、そもそもビジネスは、自分の商品を売るか他人の商品を売るかどちらかです。ネットでもそれは同じで、人の商品を売るか他人の商品を売るかっていうことですね。なので、それについての大まかな概要と、では実際どういうふうに売っていくのか、実際どこから、ね、お金が落ちてくるのかっていう部分を、アフィリエイトっていう観点と、情報販売っていうね、販売者側の観点で、見ていくと。で今日は実際にさすがにね、情報販売はねできないので、アフィリエイトぐらいはねちょっと今日は実践して体感してほしいなと、体感型で後半はいきたいと思います。ということで、今回はこちら話していきますが、さっきちょっとね言ってしまったのですけども、この2つですね、リアルもネットも同じで、お金が発生する部分っていうのはということですね。さっき言いましたで、あとはもう一つは誰かの商品を売る。はい、そうですね、はい、他人の商品を売るですね。今基本的にはこの2つしかないということを、大前提にね置いていただいて、そのプラスアルファでね、これをなんかややこしくしたりね、テクニカルにしたりして、収益を上げていることが、基本的に大きな会社とかね、よく僕もクライアントさんとかに言うんですけど、その今働いている会社のねキャッシュポイントはどこですかというのを結構聞くんですけど、意外とねすぐ答えられない方が結構多いです。大体ねこのどっちかをやってます、その会社もね。だから両方やってるもちろん会社もありますけども、そもそものメインの事業ですね、メインの事業はどっちなのかっていう部分を意外とね分かってないっていう部分も多いので、今一度ねそこをちょっと考えてほしいと思います。まずちょっとここでね、今自分の、ちょっともうすでに独立されている方っていらっしゃるんでしたっけ。まだですよね。なんで、今ですね、前職でもいいです。前職の、例えば会社ですね、で今自分が営業やってって言ってましたよね。営業をやっていたとしたら、例えばここにねお金を計算する人の経理とかね、経理とか、あとは社長とかねいると思うんですよ。で自分はここの位置にいますよね。でここにお客さんがいると。で、自分はここに直接売ってる人ですよね。じゃあここのそもそもこの売ってるもの、そもそもこれ売ってるものはこの自社の商品なのか、もう他社の商品なのか、これ自社の商品なのか他社の商品なのかっていうのをちょっと今考えて書き出してみてください。わかりました、ありがとうございます。皆さんご協力ありがとうございます。ということでこんな感じですね、常に考えていくっていうことが必要ですし、結構ねいろんな人のカフェ会とかでいろんな人とこう話すと思うんですけど、そういうののねこういう見方でいろいろ喋ってると結構面白かったりしますし、いろんな商品サービスをね自分で手に取って買った時とかに、この商品はどこから発売されてるんだろうとかね、その例えばめっちゃ美味しいみたいな、例えばポテトチップスがあったとして、なんか見たことねえなみたいな感じだけど、裏見たら会社はカルビーだったりね、あカルビーだったみたいな、だからそういう大元をね探すみたいな癖をつけると、結構ビジネスとしてはねこれからやっていくと思います、自分のビジネスを。そういう部分でこの2個しかないということを、ね、頭に置きながらですね、いろいろと考えを巡らすというのが、結構大事なことですので、ぜひやってみてください。はい、そんな感じでですね、
今のはリアルの話ですよね。まあでも今のの、まあ、今自分がね、働いてる会社とかっていうのは、まあ、プラスアルファでもうネットの戦略とかもしてると思うんですよね。ホームページ使ってみたりとか広告出してみたりとかね、おそらくしてるはずなんですけども、まあ、そのリアルがある前提で、まあ、ネットに反映してるということなんで、まあ、実際ネットもリアルも基本的には同じです。人の商品を売ってるのは私、他人の商品を売ってるのは、それを、ネットにしただけという部分です。で、アフィリエイトっていう言葉があると思うんですけども、これは自社の商品、他社の商品、まあ、この表現が正しいのかわかんないですけども、ね、まあ、このネット販売っていうのはまあ自社の商品ですよね。例えばまあ今のそうですね、ほとんどリアルに近いですけども、まあ、今北村さん取り組んでるね、あの、はい、ジャムのやつ、ね、あの自社で開発して、まあ、ネットで販売したということで、これもあの自社で開発して商品ですね。でネット系で、よく、ね、なんかめっちゃ稼いでるみたいな、ね、人とかっていうのが割とこの情報の販売ですね。ネット物販っていうか、ネット物販、情報とかですはい、まあ、情報販売ですね。これはまあ、自社か他社か両方ありますけど、はい、そうですね、まあまあ、ちょっとここジャンル変わるんですけども、まあ、要はそのやり方はいろいろあるけども、まあ、実際自社か他社かですよみたいな、そういう感じです。ネットでお金に変わるっていうのがどういうことかっていうと、ちょっとさっきのね、もう一回書き直しますけど、ネットで何が売れてるのかっていうことですよね。でネットで何が売れるのかっていうことで、まあ、情報ですよね。情報が売れるパターン、あとはこの物が売れるパターン、この2パターンですよね、基本的には、まあ、そのこれ以外は基本的にはないと思います。この2つ、これのいろいろなバージョンがあるということですね。さっき書いたやつちょっと一回忘れてください。ちょっとぐちゃぐちゃなんでね、はい、で、これもやばいっすね。ちょっと本当にね、パソコンしか使ってないと字書けなくなっちゃいますはい、物販であれば、まあ転売っていうのがありますよね。転売っていうのは人の商品をこう売るっていう感じですよね、まあ、売るっていうか、まあ、流す、一回シュート流す。で情報販売もありますけども、これは人が作った情報を自分で売ると
ていうのがアフィリエイトです。で、これアフィリエイトじゃなくて、そのままね情報販売、これ直接自分で売るパターン、これ売る側ですね。これいろいろな言い方あると思いますけども、一応ここではインフォプレナーっていう言い方をしますけども、これ自分の商品を売る、こっちは自分の商品を売る、これ他人の商品を売る。で、物販なら転売であれば転売ですね。これ直販と、まあ、転売みたいな感じで、大雑把に言うとこんな感じかなと。はい、ということで、まあ、主にはですねこんな感じになります。で、今ですね、そのめちゃくちゃそのどっちかというとすごい稼げてる会社さんとか、あの稼げてる、まあ、個人の方とかがね、一番やっているのはこっちですね、こっちの上の方。それはなぜかというと、物販っていうのは基本的にこう物があって、まあ、なんか作ってねそれを販売するわけじゃないですか。だからまあ原価があるんですよね、基本的に原価ありますよね、原価、原価、プラス、まあ、自分の利益ですよねが、これ販売益になるわけですよね。販売はい、これが実際に、まあ、お客さんが買う値段ですよね。これがお客さんが買う値段、さっき あのポテチとかね100円150円とかね売ってますけども、まあ、原価がねいくらかちょっと分かんないですけども、例えば30円だったとしてね、で、150円だとしたらここが120円と、これ会社の売り上げですよね。だここはどうしても買ってしまう。で、これを、まあ、確実にかかってしまうパターンですよね。で、これもう一個売ろうと思ったらまたこれここにかかると30円かかります。だからこれここはこう変動しないですね、まあ、1個売ったら120円の利益っていうのは、これあんまり変動しないです。あと数売るだけっていうね。あとこっちの製造のね、あのキャパがあります。製造のキャパが、例えば 100個しか用意してなかったら、あの100個しか販売できないですよね。売り切れちゃったらおしまい、また作るのに数ヶ月かかると。で、まあ、じゃあ200個用意しましたって言っても、まあ、そこの間にこうブランクがあって、例えば2ヶ月とかねだったりとかします。まあ、もちろんこれずっと販売できるね、あのこう大きい会社は工場とか持ってますよね。そのために大きい何個製造しまくるねシステムを工場としてボーンってやって、でそこから大量にやって、まあ、大量に売って大量にこう利益を伸ばしてるわけですね。でじゃあこっちのね、情報販売っていうところですね。情報販売はなぜ儲かるのかっていうことなんですけども、まず原価ですね。まず原価はないですよね、基本的にほぼないです。まあその、まあ、情報販売っていろいろあるんですけど、まあ、そのネットのねあのプログラムとかで、まあ、その売ってましたよね、なんかシステムって言ってもそこまでわかんないですよね、そんなに。そうですね、機械ですか、それともプログラムですか。プログラムです。あ、プログラムだから基本原価はないですね。そう、はい、コードですよね。はい、そうコードでできてるから基本的には原価はなしですね。なし、ほぼなし。まあ、なんかサーバー代とかでね、まあ、あの月額いくらとかありますけども、まあ、月額、まあ、個人レベルであれば実際年間で、ね、5000円ぐらいです。個人レベルであればですよ。大きい会社でプログラム作って売るとかだったら多分
サーバーの、ね、容量がすごいんで多分何十万ってなってなると思いますけども、ただそこそのサーバー代というかその、ね、土台代っていうサーバー代以外は基本的には原価ないですね。で、利益ですね、プラス利益、これ利益が原価ないんでほぼ 100% ですよ。500%販売益です。だから例えば これはね、この商品を、このプログラムを5000円で売ったとしたら、5000円で売ったとしますね、このプログラム自体を。そしたらまあ原価はなしです。まあこのちょっとしたあの年間、例えば 5000円だとしたら、まあ月換算500円ぐらいですかね、400円ぐらいで、まあ、ほぼゼロとしましょう。なのでこれ全部5000円が利益になるってことですね。で、さっきの問題があったその100個あった時点で、さっきのはもう売り切れちゃってましたよね。ただこのプログラムとかこの情報とかね、ネット系のデジタルコンテンツっていうのは基本的にコピーできますよね。コピー無限にコピーできます。だからもう無限にコピーゼロ、原価ゼロの商品が無限にコピーできると。だからめちゃくちゃ儲かったり、すごい激しく稼いだりね、できるわけです。ここがこっちの方がね、圧倒的に稼げる理由ですね。転売とかね、直販って言っても、まあ、一応ネットで、まあ、ウェブから集客して買える方法ではあるんですけども、基本的には在庫も限られてるし、自分で作るにしても在庫の管理も、ね、必要になります。なので、まあ、一応メリットデメリットもちろんあるんですけどね、こっちはその代わり売りづらいですね。基本的に物じゃないから価値をちゃんと伝えないと買ってもらえないんで。物だったらね、手に入るからみんな怒られてきて、手に入ってやったって言ってね、等価交換みたいな感じですけど、こっちは原型がないから結構等価交換交わしづらいですよね。おいくらって言われても買ったことない人は、いやお金払えない、それに対してみたいな、だそれは売りづらいデメリットはあります。こんな感じですね。なんで、今からお話するこの部下出力してお金に換える方法って言っても、まあ大体ね、そのさっき言った最初の自分の商品を売るパターンと他人の商品を売るパターンで、その中にも、まあ、ネットで売るだったら物を売るのか、まあ、情報を売るのかっていうのが2つに分かれていて、でその中でもその売る側なのか、それをさらにこう作る側なのか売る側なのかっていうところですよね。人の商品売るのか自分の商品売るのか。なんかこう例えばこのこっちとかであればね、このインフォプレイヤーってこう情報を作る側の人ですよね。作る側の人がこのアフィリエイターってよく言うじゃないですか、なんかブロガーとかね、そういう人たちにお願いして自分の商品売ってくださいって言ってね、やってもらうと、その影響力があるから、一個ってやるから、こう、わーって売れるんですよね。そういう仕組みになってます。で今ね、大体、どこの大きい会社もね、大体今、アフィリエイトとかやってますよね。例えば、アマゾンとか、楽天とかね、どこでも今やってます、アフィリエイトしてくださいってやってます。なんで、例えば、最近の事例というか、ね、自分でホームページを作ってなんかアフィリエイトしましょうみたいなのがありますよね。自分で商品、アフィリエイト、例えば、ね、1000PV1 日あったとして、その Google のね、アドセンスとかっていうのがあるんですけど、まあ、これ楽天もありますよ。楽天さ、今楽天出てきたから楽天しましょうか。楽天がアフィリエイトしてくださいって言って売るやつがあって、例えば楽天にこう会員登録してアフィリエイトタグっていうのもらうんですけど、それをここにね常に
貼っておくと楽天が勝手にね、例えばこのブログ自体が、美容のブログだったとします、ね、美容美容のブログだったとして、まあ、美容のブログだから、まあ、美容に興味がある読者さんがねこういっぱい集まってるわけですよね。その場合この楽天さんがねこう親切なことにここのね広告のバナーを美容のやつにちゃんと変えて出してくれる、勝手に出してくれる。だからよくネットで検索してたりとかするとなんか自分に興味のあるやつ広告やたら出てこないですか。でこうクリックしてくれた人が何か商品を買ってくれたらその商品の買を購入した全体の利益の数パーセントが入ってくるみたいな、そういう計画契約をしてあるんですね。でここでこれね結構ね話すとね長くなっちゃうんですけどこのこれのプログラムの内容も結構いろんな種類があるんですよ。これ例えばこれ一回リンクを踏んでなんかこのリンク踏んで違うところから買ったら踏んだはいいけどこのリンク一回こうカットして他の人のホームページから買ったとするじゃないですか。そしたらこの人利益ないですよね。一見利益ないですよね。ただそういうのを防ぐためにこの楽天さんがここにクリックしてから2週間とか1週間はこの人から踏んだことにするよみたいなね、そういう条件付きだったりもするんですよ。それも楽天も Amazon とか、Google とかね結構いろんなあのところがいろんなその条件を出してねやってるので、その自分がアフレートするとかね自分がアドセンス広告収入を得たいみたいなね、そういうのをやるときはいろんな会社のねプログラムを見てこれがいいかなってやってみたりとかするっていうような作業が必要になります。でだからそのリンクがね例えば長く有効になる会社であればパーセンテージが少ないとかね、そのメリットデメリットがあるんですよ。必ず有効期限少ないけどアフィリエイト報酬が高いとかね、そういうね条件が結構あるんですよ。ということでですね、ちょっと細かい話に発展してしまったんですけどもまあ今じゃあ概要をねお話ししました。では実際にねこれはねフェイスとかねやってみないとね分かんないんでやってみましょうということで実践タイムに入りたいと思います。でこれは普通のねアフィリエイトももちろんできるんですけど、自己アフィリエイトって言って自分で自分のリンクを踏んで自分で購入したりね無料でダウンロードしたりしてお金を稼ぐこともできます。意味わかんないですか。自己アフィリエイトって言うんですけど、本当は人の商品を他人に紹介して売るわけですよね。売ったり無料でやったりしてもらうんですけど、それを自分自身でやると。実際自分で考えたら分かると思うんですけど、例えば人に売って500円の利益のジュースがあったとしますよね。自分で飲みたい場合は自分で500円で飲みたいじゃないですか。人に売ったら人に1000円で売ったら500円もかかるジュースを自分で飲むとしたら、そのノリで買って飲みますよね。わざわざ1000円で買わないですよね。それと同じです。500円で買えるってことですよね。自分が提携すればマージンを本来もらえるんだけど自分で買うからそのマージン そもそもくれみたいなっていうのは合法的に円滑にやってくれてるのがセルフワークっていう自己アフィリっていうやつですね。承認してくれたらいいよそれやってって言ってくれてる会社があるんですよ。本当はダメですよね。だってその人自分がそのジュース売ってたら1000円で売って欲しいのに自分で500円でいっぱい買われまくっちゃったんですよ。その利益少なくなっちゃうから。
ちょっと安くなる、まあ自分だけ、自分の利益分だけ安くなるみたいな。そうそうそう、自分は自分の利益が安くなる。本当は一般販売は1000円のジュースですよ。でも自分は提携してるから500円で買えますよ。マージンが500円だから。だからこれ知ってるだけで普通の商品とかも安く買えますよ。クレジットカード作るだけでね、2万とかもらえますからね。ぜひ皆さんもね、これいろいろありますから。今これババハチ紹介しましたけども、他にもねたくさんあります。あのこうお小遣い稼ぎみたいなやつ、お小遣い稼ぎ、なんかクリックするだけお小遣い稼ぎみたいな、登録するだけお小遣い稼ぎみたいなやつは、だいたいこのチコアフィリっていうパターンです。なんかね、アメブロとかもねありますよ。アメーバとかもやってますよ、チコアフィリプログラム。50入りました。あ、入りましたか。おめでとうございます。初アフィリエイト。まあね、ほとんどの会社今やってますよ、こういうね自己アフィリ系のプログラムを。なぜ自己アフィリ系のプログラムをねわざわざそのやらすのかみたいななんですけども、ASP を要は自分で作っちゃうってことですよね。要はその会社、そもそもアプリをさっき言いましたよね。そもそもを考えましょうってさっき言ったと思うんですけど、そもそもね、このアプリを作ってる会社ありますよね。この会社はダウンロードしてほしいって言って ASP とかにお願いするわけですよね。基本的にはこういっぱいダウンロードしてほしいから、ここにねこうお願いしますってお願いするわけです。ここにはもう元々ね人がいっぱいこういるわけですから、でここで、この人が紹介してその分500円とかを、ね、こうもらってるわけです。ここがね、ここが500円、 ASP も500円もらってる。でここ僕らがいるのはここですよね。 ASP からさらにこれを紹介してる人ですよね。僕らここにいる人たちですから。でさらにここでこうやって500円もらう、僕らももらってると。ここはちょっと分かんないですけども、だからそのここが500円だとしたら多分1000円ぐらいでしょうね、きっと。ここから1000円もらっているうちに僕らに500円払ってみて、1000円もらったうちの500円をこうバックしてるっていうパターンですよね。だからみんなここと直接提携して会社とねASP みたいなこういうのを立ち上げて、みんなにこうやりやすいようにセルフバックみたいな感じで登録するだけでいいよみたいな簡単なものを作ってあげて、その分の差額を稼いでるんですよね、会社が。意味わかりますか。そうそうそう、だから今ネットメディアをね持っているそのアメブロとかね、そういうところっていうのは大体この、 お小遣い稼ぎみたいなアプリを作ってあげて、そこのアプリ内でこういうのをポチ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 やらせてあげることによって、1件につきこう何百円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 ってね、何十万人っていうふうにやらすことによって、こう何十万何百万っていうお金をね得てるみたいな、そういう仕組みになってます基本的には。なんで今ねちょっと僕にしてやられて500円なんか取られたみたいな感じになってると思いますけど、みんなやってるんですよ。みんなの多くの会社は今ほとんどやってます、こういうこと。みんな知らない間にクリックして登録してやったとかね。ゲームも同じですよ。ああいうなんかゲーム系のアプリもダウンロードしただけでお金もらってるんですよ。やダウンロードさせてる方は自分の商品を売るパターンですね。自分の商品を売るパターン、今のは他人の商品をまあいろいろなねテクニックな感じでやって報酬を得てましたよね。次はまあ自分の商品を売るパターンですよね。で今一応これ全部ねやってたのも、これはさっき言ってたデジタルコンテンツの方ですよね。複製可能、原価なしみたいなね、そっち系です。だからアプリとかが売れる会社とかっていうのはめちゃくちゃ儲かるんですよね。同じです。
基本の根本の原理原則っていうのはね、あのアプリもプログラムを一回作って、もちろんねあの社内でいろいろね、人雇ったりしてるんで、まあ、それは原価って考えるパターンもありますけども、まあ、それは一回抜きにしてね、あのデジタルコンテンツを売ってるっていうことで。デジタルコンテンツということで今回話していきますけども、まあ、自分の商品を売るパターンで、かつ、まあ、デジタルコンテンツを売るということっていうので、あの種類としては、テキスト、今ねテキストあんま価値を出してないですけども、昔は PDF ファイルとかだけでもね売れたんですよ。文字をねこう書いて、それをダウンロードしてもらってお金もらうっていうね、買ってもらう。まあ、このデジタルコンテンツでいうとテキスト、PDF とかですけども、これリアルですと本とかですよ。本。本買うじゃないですか、1000円とかね。あれもテキストですよね。で、あれで1000円とか、ね、2000円とか。で、あれ販売されてますよね。あれみんな買って、読んで、で、あ、勉強だったな、みたいな。だからデジタルコンテンツ、まあ、情報コンテンツですね、あれも。あれはデジタルじゃないだけで、あれも情報コンテンツです。本もね、情報ですから。で、最近多いのが、まあ、動画とかですね。動画。リストコンテンツ。動画コンテンツ。まあ、これも、まあ、ちょっとねこう似てる部分はあるんですけども、まあ、動画をこうサイトにねこう貼って、でそのサイト自体をロックかけて、ね、ログインできないようにして、で購入者だけにはログインパスワードを出して、でログインしてみてもらうんだよね。オンラインの、ね、塾とかスクールとかっていうのは今結構ありますよね。でまあ動画コンテンツ、まあ、これも一応サイトっちゃサイトなんですけど、これも今多くありますよね。で、あと、まあ、これはほら、さっき言いましたけど、PDF とかね。はい。そうです。なので、まあ、ざっくり言うとこんな感じですね。なので、自分の商品をネット上で、しかも収益の高いパターンで構築するのであれば、デジタルコンテンツです。で、自分のビジネスでデジタルコンテンツを作るんだったら、その種類が大体こんな感じ。ざっくりってね。そう、まあ、あと音声もあるな、音声。音声コンテンツね。まあ、デジタルな音声コンテンツとかね、要はあれですよね、普通の曲とかも同じ、ね、普通の曲とかもそうですよね。 iTunes とかに入れて聞くのもあれ一応買ってますよね。ダウンロードして買ってデジタル上でねスマホに入れてで聞いてますよね。あれも一応音声コンテンツです。例えば今日これ僕が動画撮ってますよね。この動画を動画じゃなくて音声だけね抜き取ってあのコンテンツにしてみんなに配って100円ですって言って買ってもらったら、それは音声コンテンツですし、この動画自体をね販売したら、これも動画コンテンツの販売ということになります。まあ、自社商品でやってますね。僕は自分で撮って自分で売ってるわけですから。だから利益全部自分です。すごいですよね。コピー無限ですよ。めちゃくちゃすごくないですか。革命的ですよね。だからあの一般の人がね今お金持ちだったりしてるんですよね。そう、これができるから。これはすごいことです。この動画ね、1000円で売って、ここに売っただけでも6000円ですよね。さっきボバ8だったらね、1人に500円じゃ取れなかったけど。で自分で作って売れば1000円取れるわけです。で全部利益ですよね。で、この他社の、要はその、YouTube に載せて、その YouTube の動画を買ってもらったらするじゃないですか。で、YouTube に別にお金払う必要もないし。それを自社のサーバーにアップロードして、売ったと
したとすると、まあ、サーバー代とかね、まだかかってきちゃうんですけど、ここをまたね、他社のサーバーで使って売れば、別に原価ゼロですよね、完全に。だから、まあ、僕もやってますけども、こういうふうに動画撮って、あのこうサイト内に入れて、それを売るみたいなね、そういうのをやり合ってます。あと、情報販売っていうやつです。でこのサイト型コンテンツに動画をはめ込んで、テキストも入れて、で、まあ、音声は入れないですけど、まあ、この3つぐらいをね、この3つぐらいを全部入れちゃって、で、まあ、いくらで名前で売るみたいなね。結構単純ですよね。できそうですか？できますよね。結構できます、意外と。ただそのあとはその買ってもらえるかどうかっていうその集客の部分ですよね。僕もいつも言ってますけども、じゃあ作りましたと、じゃあどうやって売るんですかっていうのは難しいんです。作るのは意外とできちゃったりするんですけど、こう売るっていうのはね難しい、いつも言ってますけども、ここまあ集客をして教育をして、前ですね、これをやんなきゃいけないですね。で、今喋ってたのがこの販売の部分、コンテンツの部分。じゃあ作りましたと、じゃあ次集客しなきゃいけない。集客したとしてもいきなり売れないから協力しなきゃいけない。じゃあメルマガやんなきゃいけないとかね、ブログ書かなきゃいけないとか、広告出さなきゃいけないとかね、そっちが大変ですよね。売るもの作るのは結構簡単です、意外とね。そんな感じです。じゃあこの、ね、デジタルコンテンツを自分で作ったとして、どういった売り方があるかということをお話します。じゃあ今の、ね、サイト、まあ、動画サイトを作ったとしますね、自分で作りました。でもあのパスワードをかけました。あとはもうログインパスワードをね、ログインパスワードを相手に教えるだけでもう、こう販売するものができたとしますね。こういうサイトができたと。じゃあこれはまあどういうふうに言っていくのかっていうことで、こんな感じで、まあ、集客販路をね広げていくわけです。じゃあこれをね、このデジタルコンテンツサイトありますよね、サイト直接できないですよね、直接売れないですよね。このサイト直接決済したりしなきゃいけないし、このサイト自体をダウンロードしてもらう仕組みが必要ですよね。そう、そこでこの間にまたこう入ってくる、いろいろな仕組みが。それはどういうものかと言いますと、さっき言った ASP みたいなねところに登録するんですよ。自動でやるならね。この辺だったら別にね、もう僕今作ったやつ、はい。自分でこう回収、お金回収してはい買ってくださいって言ってねできますけども、ネットで完結させるんだったらそういうやり方が必要ですよね。だってね、ロックかけたとしてもね、パスワードこうなんか暗号解かれちゃったらね、無料でいっぱい教えられちゃうし、その仕組み化も必要なわけです。ということで ASP ですよね、ASP にこの商品を登録するんです。販売者として。販売者として登録して、商品としてここでやるわけですね。で、じゃあ商品、これダウンロードしてもらうページ必要ですよね。ページが。あのセールスレターとかね、あの販売ページとか、ランディングページとか言いますけど、この商品を申し込みはこちらっていうページを作んなきゃいけないですよね、そもそも。でここに登録してくれてから ASP が決済して、その人にこう
商品をダウンロードさせてあげるんですけども、この申し込みボタンを作らなきゃいけないです、まずですよね、普通に考えて。これを買ってもらうんですから。で、この申し込みボタンを作るにはこのランディングページっていうのが必要、 LP っていうのね。プチ友もありますよね、 LP が。そこで、お昼のね会に参加するとかね、昼の会に参加する、夜の会に参加するありますよね。で、押してプチ友を運営しているあの佐伯さんのね会社がそこでいろいろ決済とかしてね、みんなにお金を渡したとかしてるわけですよね。これはリアルバージョンですけども、これも同じです。デジタルコンテンツも同じで、ちゃんとこれ登録して決済してお客さんにその商品を渡すっていう仕組みが必要なんですね。だから ASP というものがあるわけです。さっき登録したモバ8っていうのは、この ASP に僕らが無料で登録して、でアフィリエイトしてますよ。 それがさっきの僕らがやってたのはここです。この超末端の作業、だから大きく見たらこういう構図なんですね。ビジネスとしては何かをもともと作った人がいて、いろんな集客販路があってね、いろいろ売る販路があった上でのこの ASP という、 ASP も何個もあるんですよね。さっきも言いましたけど、何十社とある ASP の中のモバ8というね、特定のアフィリエイトセンターに登録して、500円をちょこっと今6人に言ったぐらいですわかります？このなんか大きな枠で言ったら、僕らがやってるこの小ささ、ここだって何百ダウンロードされてるわけですから、他のところもね。そう、雫レベルです、僕が今やったのは。大枠で見ると、そう、だから最初にも言いましたけど、自分がねどこの位置にいるのかっていうね、マップ的なのをねこれで把握できると思うんですけど、今日喋ったのはここ、さっきやったのはこの雫レベルのものですね。これどういうふうにやったらいいのかって言ったら、まあ、LP っていうもの、これ LP っていうのはまあ自分で作んなきゃいけないんですよ。これまたあの自社で作んなきゃいけないんですけど、これは基本的には ASP で用意してくれません。 ASP は決済と、販売だけです。だからこれは自分で作らなきゃいけない。だからこれを作った僕はこのページも作んなきゃいけないです、とりあえず。で、基本的にこのページを作るのにデザインと文章が必要ですよね。それを外注すると10万から20万ぐらいかかります。ちゃんとしたやつ作るんだったらね。でもこれ自体はデジタルコンテンツだったから、自分がデザインできて、自分がライティングできて、自分がサーバー契約してこのページを作ることができれば0円です。もうデジタルコンテンツですから、そもそもデザインも全部デジタルですよね、基本的に。ちなみに僕はこれ作って、これ無料で作ることはできます。知識と技術があるのでね、もう実際に作ったのもありますので、ちょっと後で見せますけど、別に販売しないで大丈夫ですよ本当はセミナーとかやったらこれ販売しますけど、僕プチトマセミナーで販売しますから大丈夫です。で、まあ、このねこれを作って、作りましたよって言って ASP に登録させてくださいというわけですね、僕は。で、これ審査がね2週間ぐらいかかります。結構ちゃんとしたところだとね、ちゃんとこう煽ってないかとか、誇張表現使ってないかとかね、確実に100万稼げますとかね、ありえないこと書いてないかっていうのはこの ASP が判断するんですよ。で、いいですよって言われたら晴れて、さっきのモバ8ネットにね、こう検索で出てきた感じで自分のが表示されるようになります。で、それをじゃあアフィリエイトしたいっていう人がこのいっぱいところに登録してますよね。で、その人たちに選んでもらえて商品を売ってもらえたら、こうやってね、そしたら僕がこの登録してるこの ASP さんに勝手にこの商品がね何個売れたっていうのをこう報告を待つだけで、こう自動でねチャリ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 って入りまくるという仕組みにもできると思います。今話したのは自分で全部作って0円で登録して0円でお金を生む方法ですね。これをまあ高速でやろうとしたら全部外注した方がいいですね。外注外注外注、これもね
自分が動画撮るだけ。これもサイト自体も、ね、自分で作るだけじゃないですから、サーバー契約して、まあ、めんどくさいんですけど。じゃあこれもまあね、10万から20万ぐらいかかります。人にやらしたら普通にホームページ作るのがあんま変わらないんで、自分は動画撮って、はい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 ってその人に渡して全部埋め込んでもらってね、みんながこうやりやすいようにこうやるみたいなっていうのが、まあ、だから、制作期間としては、まあ、動画撮る作業があるんで、例えばまあ1ヶ月2ヶ月ぐらい動画頑張って撮って、まあ、他にもやることあると思うんでね、みんなね、まあ、自分作るとしたら動画バーッと撮って、で、まあサイト作ってそこに埋め込んでね、2ヶ月ぐらいじゃないですか、完成するのは。そもそもね、これ内容を充実しなきゃいけないから、ね、適当に作っちゃいけいいわけないから、そもそもこの情報価値あるものじゃいけないですからね。そうそうそう。で、まあ作りました、ASP 登録しました、で、やっと販売なわけです。で、売れるかどうかは分からないっていうね。そう。で、売れるかどうかはこの LP と集客販路、この数。どれだけ拡散されたかっていうので、ここまたパーセンテージが変わってくるんですよ。パーセンテージ、パーセンテージ、この LP の制約率、例えば10人来たら1人買ってくれる計算ね、この10アクセスあったら1人買ってくれる計算の LP であれば、それをなんかテストしてね、確定したのであれば、これを単純に100にすれば10になるし、1000にすれば100になる。商品が100円、商品が1万円だったら100万円。このコンバージョン率って言うんですよね。CVR って言うんですけど、CVR。ここを高めていくと、この商品のページからの制約率っていうのを管理するのはこちら側。あとはもう、ね、広告使うではね、流入はありますから、パーセンテージで確定しておけばね、あと広告かけるだけで、もう売買ゲームが始まると。ということです。そうなるとね、楽しいですね。もともとこのサイトとかもサポートしてくれるところもあります。自分は動画撮るだけでいいんだよね。ただ販売した利益の何パーセントかって取られる額がでかい。そうそうそう。そうそうそう。さっきからね、結構あると思いますけど、結局楽すると利益が減るんです。単純な話で楽すると利益が減る。ただ楽するっていうか、ね、スピードが速いですよね。利益は減るけど、そこがね、難しいんですよね、ビジネスっていうのはね。なるべく自分たちやった方がいいんだけど、それ時間かかっちゃってもね、しょうがないし、だからそのバランスをね、うまくやるということです。で、あとね、10分なので、最後ね、じゃあ実際にどういうのを作ったかという例をね、一つ見せます。だから今全部話したのが最後の方でね、話したこの流れですね。わかります？作りました、じゃあ販売しなきゃいけない、ページ作ります、ページを登録しなきゃいけない、ページ作りました、登録しました、じゃあ売りましょうですね。で、 SNS だったりリアルだったりって書きましたね。で、やっとそこから集客。ただあんなもんね、いきなり買ってくださいって言ってね、 DM しとって誰も買ってくれませんから。じゃあ何が必要かって、メルマが必要だって、 LINE アットやったりね、ブログやったりっていうのをするわけです。で、それを見てくれる人が、あ、この人の横だったら間違いないなと思ってくれた時点でリリースするわけですね。そうすると、分かりましたって感じです。そこにいろいろなテクニック、コピーライティングとかね、ブランディングとか、そういうのが関係してるわけです。わかりましたでしょうか。はい、なんか質問はある方いらっしゃいますか。大丈夫ですかね、特に。ということですね、今回は。まあ、ウェブから収益してお金を得る方法ということでしたけども、まあ、主にアフィリエイトと、まあ、情報販売ということでお話しさせていただきました。その他にも物販ありましたよね。物販もありました。ただ、まあ、その何がいいとか悪いとかじゃなくてね、そもそも種類がこういうふうにあって、さまざまそれぞれメリットデメリットがあると。で、一見ね、情報面めちゃくちゃいいじゃないですか、もう最高ですよね、こんな売れまくったら。ただ売れにくいです。
怪しいからみんなね、怪しいし実体がないから売りにくい。その代わり物販はちゃんと原価もあってね、利益率低いけど売りやすい。何を選択するかは皆さん次第ということで、今回の宣言を終えていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。